数計算をしながら頑張っていけるし、非常に微妙なところですね。平均台にかけては天才と言われるアメリカのシャノン・ミラーです。ミラーは1種目目終わって7位。足交差ジャンプからオメリアンチク、そしてローリング、後転倒立、もう一度後転倒立。前方の抱え込み宙返り、よく決まってますね。さあ、そしてここから連続技です。後転跳びから後方伸身宙返りの連続でした。ミラーはこの平均台でバルセロナオリンピック種目別で銀メダルを獲得しています。非常に今滑らかな動きをする選手ですね。さあ、ジャンプの連続、空中姿勢も非常に膝やつま先が伸びて綺麗ですよ。さあ、降りはムーンサルト、めちゃくちゃ決まりましたね。素晴らしい降りにムーンサルトを持ってきました。シャノン・ミラー、ここはアメリカです。でもアメリカだから点が出るのではありません。シャノン・ミラーの素晴らしい演技があるから点が後からついてくる、そんな感じですね。ご覧いただきましたシャノン・ミラー、得点が 9.862、 9.862 という得点です。これでシャノン・ミラーがトップに立ちました。シャノン・ミラー、ここまでの選手の中でトップに立ちました。平均台かかとがあったんですか、ね、後方宙返りで完全に今、はい、左足が外れていました、はい、普通だったら落下してしまうところをよくこらえましたね。ここがもう天才と言われるゆえんですね。